で、うん、エフェクターボードを作る上で、うん、まあ、まず必要になるのが、まあ、エフェクターなんだけど、うん、あとパッチケーブル、うん、あと、まあ、DC ケーブルとか、うんうん、あとエフェクターボードだよね。ああ、そもそもね。そもそものボードがなくて、うん、作れない。これね。はいはい。これいいやつ？これ、島村楽器で5000円ぐらい。ああ、俺もなんかそんな感じ、昔黒沢楽器かなんかで買ったね。3000円くらいの。島村楽器さんオリジナルの、うん、なんかやつらしい。がブランドが出してて。なるほど、なるほど。取っ手がね、これ違うんだよね。普通のと比べると持ちやすいようになってる、うんうん。ああ、本当だ。俺のはね、そうそう。俺のはちょっと普通のやつで。あとこの鍵とか。ああ、なるほど。はいはい、はい。これはちょっとアルモアとか確かこんな。あ、そうなの。ちょっとアルモア意識ではあるんだ。このボード。でもさ、うん、こんなでかいの持てなくね。これで。ついててもあんまなあ、そうかそうか、結局カートにそうで、ね、まあこれもしかりなんだけど、はい、こいつを運ぶのに、うん、一番もうおすすめ、あマグナカートっす。あ、マグナカート俺も使ってます。それはちょっと違うね、俺が使ってるのとは。これが、うん、60後半から70ぐらいのに対応できるやつ。はいはいはい、はい。90キロとかあるじゃん。あるね。多分俺一番でかいの使ってるかもしれない。90キロじゃん。かな。タイヤがでかい。ここがもっとでかい。そうそう、もっとでかい、もっとでかい。その代わり、横幅がちょっと狭い。なんか、これが、うん。めっちゃおすすめです。うん、マグナカートね。あとこれ4000ぐらいでしょ。そう。3、4000。そうそうそう、そのままその。わかる、めっちゃ使いやすいよね。だって考えてみ、このショルダーレースのさ、うん、パッチキル1万6000円2つ買って、うん、でサウンドハウスのポイントで買うとかさ、うん、なるほどなるほど、そういうことができちゃう、うん、やっぱサウンドハウスおすすめだよね。あ、おすすめっす、うん、あそこはおすすめっす。わかる。これはもうこれないときついわね。あ、相当これ一番おすすめしたい。なるほどね。そういったものもちょっと必要で。そう。うん、で、あと、こちら。ああ、スポンジだ。スポンジです、ね。スポンジだ。はいはいはい。結構他のエフェクターボード作ってる人と違うところが、うん、これここなんだけど、うんうんうん、みんなマジックテープ貼るんよ。エフェクターの裏に。あ、わかる。俺もやってるかも。こことかに、こう後ろにマジックテープあるんよ。うんうんうん。俺それがすごく嫌で。ああ、嫌なの？嫌だ。なるほど。なんか、ピリピリ。うん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 。で、なんか普通にさ、うん、後ろにギザギザがあってさ、うん、なんかちょっと浮いてる感じとか、うんうん、すごく嫌で、うん。まあどうしたかっていうと、あれマジックテープってずれないようにするためにしてるんだけど、うんうんうん、俺のボードって、うん、これ今見てみてわかるんだけど、発泡スチロール、黒い発泡スチロール板みたいなマットが引いてるんよ。なるほど。で、ちょっとずれにくいようにしてる。うんうんうん、こことか裏も全部そう。あー、ほんとだ。ことか、へぇー、発泡スチロール板みたいな。なるほど。カラーボードみたいなの乗せて、うん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 、これを乗せて、うん、で、上にエフェクター乗せて、うん、ちょっとかさ増しさせて、うん、踏みやすいようにしながら、ずれそうな低いエフェクターはこれで移動の時に押さえてるっていう。あ、だからスポンジは全体じゃなくて、その一部分なんだね。こことか別に必要ないから、うんうん、とか高っ、ワッパが、うんうん、あるんで、うん、そうなんですよ。面白い、なるほど。ここはまあちょっと違うかなっていうところ、うんうんうん、あとはまだつけてないんだけど、うん、こういうのをつけるようにナイスタック、ナイスタック、ナイスタック、両面テープ、ナイスタック、
と、あと、この線がね、ぐっちゃぐちゃしてるんですよ。ここら辺見ると分かりやすい。ああ、なるほど。これを止めるために、うん、綺麗にこう、ぴゅっと止めるために、うんうんうん、まとめるために、うん、まあ、こういう、これもサウンドハウスさんに言ってました。あ、ってます。そうなんだ。あ、これね、あの、漫画で親指同士を縛って監禁するやつでしょ。あ、そうそうそう。後ろでこう。そうそうって言われると思わなかったから。そういう用途で使っていけませんっていうふうには書いてはいないんで。はいはい。あ、なるほど。それで、パッチケーブルをまとめるんですよ。なるほど。こう、ピッとね、ぐちゃってなってるところを、キュッとまとめるんですよ。ああ、なるほどね。これなんでそれをしなきゃいけないかっていうと、まあノイズに関係してるんですね。まあちょっと後で話すんですけど、ノイズに関しては。知らなかった。なるほど。これをちょっと使いますね。はい。もうこれならもう簡単っすよ。こんなん。これね、しかもこれいいところが、これ、プレート状になってて、もう いろんなエフェクターボードビルダーが使ってるからさ、俺が今更言ってもっていうんだけどさ、あ、そんな感じなの。ははははは、こういけちゃうんですよ。へぇ、止めることができちゃうんですよ。で、後ろにテープあるんで、あっ、あー、なるほど。あ、それはちょっと両面テープで固定できちゃうわけだ。あー、よりずれ防止に、よりずれ防止。なるほど。例えばまあそうだね。そうだね。こういうことができちゃう。なるほど、なるほど、なるほど。でもこれもずれないし。ずれない。なるほど。これもずれない。っていうことができます。なるほど。ぐらいですね。こいつ、使ってケーブルを止めて、で、マジックテープを使わないっていうのは、まあちょっと、マジックテープ使わないのは本当こだわりが。そうか、面白いね。いろんな派閥があるんだね。なんかマジックテープ、その分、マジックテープ使ってないから、安く仕上がってるの、この下は。あー、なるほど。こんな発泡スチロールの黒いボードなんて、1個本当に500円とか、そんぐらいで売ってるから。あ、この下の発泡スチロールも、全部そう。あ、これは、あの、このエフェクターボードについてたやつじゃなくて、じゃない。全部そう。ああ、そうなの。ここも。これ2段になってると思うんだけど。全部発泡スチロール。ああ。これとかね。そうなんだ。ああ、ほんとは段になってる、段になってる。これも全部、あ、自分の自作なのね。全部自作。家で、ホットカッターとか使って、へぇー。切って、このサイズにして、バッてやって、で、スノコってあるじゃん。下に配線、はいはいはい、そうしたい時にこういうふうにあえて段の違うものを作って、その間に通したりとかしてる。へえ、面白いな。だからスノコとか買うよりは重くないし、しかも、これはやってる人いないんじゃん。なんかみんなプレートみたいなさ、草増しのこの下にさ、ちょっと盛り上がってるようなプレートとか入れたりとか、あとこれとかも自作だね、完全に。あ、そう。これはちょっとこれ、ああ、ちょっと一旦撮ってみようか。何これ、どういうこと、どういうこと。あ、なんか鉄の何、枠みたいな。鉄の枠って語彙力。何これ。こういう金属が売ってるんですよ。この字型ので、上にプレートを乗せて、で、この字型にして、で、ネジで締めて、上を、まあ、発泡スチロールみたいにつけて、この間にパワーサプライを入れて、あー、なるほどね。
まあ、さっき言ったスノコみたいにこう段にしてるわけ。そう、うん、上に乗せてるっていう。すごい。これ自作なんだ。これ自作。いや好きだね、男の子だね、そういうとこね。拾い、完全に拾いって言っちゃった。ロイヒーだよ、ロイヒー。別に本名を晒してないわけだから、こういうのを作ったりするっていうのは、うん、まあ楽しみですよね。あ、完全に。そういう正解。なるほど。その出来上がりのもので作るっていうのもいいけど、俺はなんかちょっと、うんうん、DIY じゃないけどさ、そういうのが好きなんで。へえ、面白いって感じですね。はい、こんな感じで、はい、組みました。組みました、全部ね。まだちょっと足りないとこあるんだけど、うん、まあ、一応さっき紹介したものとかもまあつけて、まあ、まとまるんですよね、結構。なるほどね、がっつりと、まあ、こんな感じで、うん、配線をきれいにまとめてます、はい、って感じですね。